こんにちは、まさです。今日は報道の自由ランキングが低い日本についてです。毎年国境なき記者団が発表してるんですけど、日本は68位です。ここ2、3年が特におかしくなってるんですけど、大事な情報が報道されないんです。さらに外資の SNS も規制されてますから、 本当に大事な情報が伝わってこないんです。本当ね、戦後みたいな感じになってきました。GHQ の検閲みたいな感じです。なんで自由に報道されないかというと、いろんな要因があります。例えば、スポンサー、政府、芸能事務所、株主です。スポンサーはわかりやすいですけど、 スポンサーの商品に対して悪いことは言えないわけです。命に関わることでさえ報道されないんです。その結果、どん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 被害者が増えていってしまうわけです。2番目の政府に関しては、記者クラブと政府の癒着です。記者クラブはどこにでもあるんですけど、例えば財務省、法務省、参議院、 衆議院、総理官邸とか、いろんなところにあるんです。財務省に関して言うと、国の借金がっていうのもそうですよね。そのまま財務省が言うことを書いてしまうんです。財務省としては増税したいわけですから、国の借金がやばいぞって書いてほしいんです。本来マスコミは政府の財政が本当にやばいのか、 検証しなないいないいいいとけけんんでですすどそれをやってないんです財務省が言うことをそのまま書くだけなんです。特に日経新聞なんて財務省の犬って言われてます。だから日経新聞は日本の財政はやばいですしか言いません。この記者クラブの存在が 報道の自由ランキングを下げている最大の理由って言われてます。3番目は芸能事務所ですけど、最近で言うとジャニーズですよね。芸能事務所の文句を言うとタレントを派遣してくれなくなると。だからジャニーさんの性的暴行がずっと報道されてこなかったわけです。これも芸能事務所とマスコミの癒着って言ってもいいですよね。 報道しませんから、どんどん被害者が増えていってしまったわけです。もちろん、ジャニーズだけではありません。おそらく、女性タレントの方が被害が多いと思います。4番目は、マスコミの会社の株主です。外国人で言うと、議決権付きの株式のうち20%以上を保有してはダメっていう法律があるんです。ですから、 日本と敵対する国の人が20%以上買って言うこと聞けっていうのは難しいわけです TBS で言うと日本マスタートラスト信託銀行と日本カストディ銀行でだいーセ20%ぐらいありますこの2つの銀行は本当の株主を隠すための銀行ですから外国資本が買って いるかかかどうかは分かりません。NHK に関しては株式会社ではないんですけどなぜか新中新刊の報道をするときがあるんですですから何かしらの理由で入り込んでいるんだと思います。「北京メディアセンター」っていうのがあるんですけどこれは中国の国営テレビと NHK の合弁会社が運営してました。 今は違いますけどね。このように接点はあるんです。こういう接点から入り込んでしまったんじゃないかなって思います。以上4つ説明しましたけど、こういう理由で報道が歪んでしまうわけです。それを前提にマスコミの情報は聞いた方がいいです。外国ではマスコミは信用されていません。日本だけが こんなにも信用してるんです。報道の自由ランキングが68位ですよ。それでも信用できるんですかって言いたいです。では、以上です。ご視聴ありがとうございました。